上事。芥川龍之介。1。僕の胃袋はクジラです。コロンブスの見かけだというクジラです。時々塩も吐きかねません。吠える声を聞くのには飽き飽きしました。2。僕の舌や口腔は時々熱の出るたびにシダ類をいっぱいに生やすのです。3。一体下痢をするたびに大きいソテツを思い出すのは僕一人に限っているのかしら。4。僕は腹鳴りを聞いていると僕自身いつかサメの卵を産み落としているように感じるのです。5。僕は憂鬱になりだすと僕の脳髄のひだごとにしらみがたかっているような気がしてくるのです。大正15年5月。